さて第2試合はロイド・バンダム対トーマス・クタデウスキーの一戦なんですが、角田さん、このロイド・バンダムが着陸からこの K-1 にこの試合で初参戦、ついに出てきましたね着陸から、はい、まあ、あの久しく鳴りを潜めていたといった感じの着陸なんですが、だからあの K-1 の会場にトム・ハリンクがいないというのは寂しいですよね。そうですよね、果たしてどんな秘密兵器を送り込んできたのか。対するトーマス・クチャデウスキーは98年の K-1 USA グランプリに出場しております。いい選手でしたよ。そうですよね、あのアグレッシブでね、はい、はい、さあトーナメント1回戦その第2試合です。果たしてトム・ハーリックが送り込んだ着陸の秘密兵器、赤いトランクスのロイド・バンダム、このローキックね、空手のローキックなんですよね。空手のローキック、あの僕ね、この試合見ててね、この、ロイド・バンダムと、黒沢博樹が重なりましたね。あ、そうですか、ダブりましたね。なるほどね、あの非常に空手チックなローキックなんですよね、具体的にはそのキックとキックボクシングのキックと空手のキック、どのあたりに違いがあるんですか。キックボクシングのローキックっていうのはどちらかというとその相手を崩すために距離を測ったり崩したりするために使うんですよね、で空手のローキックっていうのはもう要するに至近距離接近戦で相手の足を破壊していくローキックじゃないですか、だから空手の前で戦っているようなイメージがあるんですよ。グローブつけてどうしても距離感があるじゃないですか、空手のあの試合に比べて、だからこの至近距離ですよね今の。そのローキックが容赦なくトーマス・クチャデウスキーを襲っています。あのクチャデウスキー選手もちょっと膝に爆弾抱えてるんですよね、ラスベガスの試合の時も、ちょっとやっぱ途中でね、ありましたもんね、膝のダメージがね、これ僕も同じ膝の故障を抱えてる人間としてはね、気持ちよくわかるんですよ。やはりあの膝関節部分に爆弾を抱えてるとどうしてもね動きの方が、特にあのヘビー級ですから、あの体重がものにかかってきますんでね、まあ、しかしロイド・バンダムは一体どれほどの選手なんだろうと、誰しもが思ってみたんですが、そう分けてみるとこれは強いぞという印象を残しましたよね。あの着陸の選手というのはね、どうですかね、この着陸の中で生き残っていくのって難しいですけど、残った選手はやっぱ半端じゃないですよね、その分ね。その残った選手がロイド・バンダム、 そしてこのローキックでトーマス・クチャデウスキー立ち上がることができませんでした。さすが着陸勢というそんな印象を残しましたが、面構えもいいですよね、なんかね、 K-1 に再びこの不気味な選手現る、そんな雰囲気を残しましたロイド・バンダム。重いですねローキックはね、重くて切れるんですよね、角度がね、いいんですよ、あの角度と蹴るポイントがね、相手の膝関節の一番筋肉のついてないところを狙って蹴ってますよね。はい、You used a lot of right low kicks. Was that plannedYeah, this is my, my strongest weapon. So, next round, you're going to go against Matt Skelton. Yes. What, how do you feel? It's going to be a tough match. And hope to make the best man win. Okay, congratulations and good luck. Thank you.